あの八三の、うん、従来のやつ。従来のやつ。うん、逆。うん、逆じゃないな。あ、そうそうそう。そうそう。これが、うん、今のこの、はい、これ全然混ぜてないやつ。そうそうそう。これが 100% ね。これね。うんうんうん、でこれが混ぜてないやつね。うんで、これが真ん中のやつ、うん、と、これ、このダンダラ、うん、これが従来品、発散の、うん、で、これが 100% これ、あこのくらいベースト上、その代わりちょっと垂れますよ、うん、で、半分混ぜると垂れませんよ、うん、で、作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね。うん、欲しがる人何人かいました。見せるとお、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るだけです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP のあの型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミのあの FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ。なるほどね。うん。まあ腕のいい人はいますよね。結局これもう死んじゃったんですけど、北海道のあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ。カーボンのモノコックのモデ、うん、でこれが八三、うん、で八三のだから無垢ですよ。こんな軽い？ね、うん、で俺分かんなかったんですよ。これがね、これアルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ社長。そうだよね、うん、だって発散しか売ってないんだから。この素の入り方だとこうさ、そうアルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよつって、発散そういえばそうだねつって、気泡がつって。あ、本当だ。うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年にそいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。でこれ材料送ったんですよ、うん、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで飛行機作ったんです。グライダー 3m の、おー、うん、 FRP ので、考えたみたいですよ。ホームページに載ってますけど、この作り方、うん、どうやって作りますかって言ってたから、ああやってこうやってっつって。これあれですか、カーボンの細いのを巻いてるんですか。いや、あのカーボンの、うん、クロスです。カーボンのクロスを、うん、送ってやって、それで FRP、うん、この材料68って、うん、これでハンドルアップして、で、中、チューブかなんか入れて、砂米かなんかしたか、あれ、氷、外に出して、このくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ。うんうん、で、半分混ぜると垂れませんよ。うんうんうん、で、作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね。うん。だから欲しがる人何人かいました。見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るだけです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP の型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミの
あの FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うんうん、なるほどね、うん、これもう死んじゃったんですけど北海道もあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ、カーボンの、カーボンのカーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、で83のだから無垢ですよ、こんな軽い、ね、うん、で俺分かんなかったんですよ、これがね、これアルミの板のように見えるんだよ、見えますよね、うん、だからこれですよ社長、そうだよね、うん、だって発散しか売ってないんだから、この素の入り方だとこさ、そうアルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ、これアルミなのっつったら、いや違うんですよっつって、発散そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年にそいつ亡くなっちゃったんですよね、うん、うん、だから遺作なんですよね、でこれ材料送ったんですよ、うん、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで、うん、あの八三の、うん、従来のやつ、従来のやつ、うん、逆、うん、逆じゃないな、そう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 、これが、うん、今のこの、はい、これ全然混ぜてないやつ、そうそうそう、これが 100% ね、うん、これね、うん、でこれが混ぜてないやつね、うん、でこれが真ん中のやつ、うん、とこれこのダンダラ、うん、これが従来品、うん、発散の、うん、でこれが 100% これ、あこのくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うん、で半分混ぜると垂れませんよ、うん、で作業性を勝手にいじっていくんです、なるほどね、うん、だから欲しがる人何人かいました、見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね、まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ、でこれはビニールでこう剥がして取り出す、はいはいはい、これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね、はい、でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらいで、FRP の、 型にリケーザ処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミの、FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、なるほどね、まあ腕のいい人はいますよね、結局これもう死んじゃったんですけど北海道もあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ、カーボンの、カーボンのカーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、で、83の、だから無垢ですよ、こんな軽い、うん、ね、うん、で、俺分かんなかったんですよ、これがね、これアルミの板のように見えるんだよ、見えますよね、うん、だからこれですよ、社長、そうだよね、うん、だって83しか売ってないんだから、この素の入り方だとこさ、そうアルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ、これアルミなのっつったら、いや違うんですよっつって、そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年にそいつ亡くなっちゃったんですよね、うん、うん、だから遺作なんですよね、でこれ材料送ったんですよ、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで飛行機作ったんです、グライダー 3m の、おー、うん、 FRP ので考えたみたいですよ、ホームページに載ってますけど、この作り方、うん、どうやって作りますかって言ってたから、うーん、ああやってこうやってっつって、これあれですか、カーボンの細いのを巻いてるんですか、いや、カーボンの、
クロスです。カーボンのクロスを、うん、送ってやって、うん、それで FRP、うん、この材料68って、うん、これでハンドルアップして、で中チューブかなんか入れて砂込めかなんかしたか、あれ氷外に出して、このくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うんうん、で半分混ぜると垂れませんよ、うんうんうん、で作業性を勝手にいじっていくんです。なるほどね。うん、だから欲しがる人何人かいました。見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るだけです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP の型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミのFRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うんうん、なるほどね。これもう死んじゃったんですけど、北海道のあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ。カーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、で83のだから無垢ですよ。こんな軽い、ね、うん、で俺分かんなかったんですよ。これがね、これアルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ社長。そうだよね、うん、だって83しか売ってないんだから。この素の入り方だとこうさ、そうアルミの板のような気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよっつって、そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。でこれ材料送ったんですよ、うん、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで、うん、83の、うん、従来のやつ、うん、逆じゃないな、あそうそうそう、そうだ、これが、うん、今のこの、はい、これ全然混ぜてないやつ、そうそうそう、これが 100% ね、うん、これね、うん、でこれが混ぜてないやつね、うん、でこれが真ん中のやつ、うん、とこれこのダンダラ、うん、これが従来品、うん、発産の、うん、でこれが 100% これ、あこのくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うん、で半分混ぜると垂れませんよ、うんうんで作業性を勝手に、うん、いじっていくんです。なるほどね。うん、だから欲しがる人何人かいました。見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るだけです。はい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 。だからこれヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい、でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP の型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミの FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うんうん、なるほどね、うん、まあ腕のいい人はいますよね。結局これもう死んじゃったんですけど、北海道のあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ。カーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、
ほう。で、蜂さんの、だから、無垢ですよ。こんな軽い？ね。うん。で、俺、わかんなかったんですよ。これがね。俺、アルミの板のように見えるんだよ。見えますよね。うん。だから、これですよ、社長。そうだよね。うん。だって、蜂さんしか売ってないんだから。この素の入り方だとこさ。そう。アルミの板のような気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよっつって、そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ、ほんとだ、うん。で、ここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。で、これ材料送ったんですよ、モノコックの、作ってっつって、うん、じゃあっつって、それで飛行機作ったんです、グライダー3メーターの、うん、FRP ので、考えたみたいですよ。ホームページに載ってますけど、この作り方、うん、どうやって作りますかって言ってたから、うーん、ああやってこうやってっつって、これあれですか、カーボンの細いのを巻いてるんですか。いや、あのカーボンの、クロスです。カーボンのクロスを、うん、送ってやって、うん、それで FRP、うん、この材料68って、うん、これでハンドルアップして、で、中チューブかなんか入れて砂込めかなんかしたか、あれ、氷外に出して、このくらいベスト上、その代わりちょっと垂れますよ、うんうん、で半分混ぜると垂れませんよ、うんうんうん、で作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね。うん、だから欲しがる人何人かいました。見せると、ああ、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、多少ね、うん、いいですよ。で、これはビニールでこう剥がして取るんです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。で、だから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺でスーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で、FRP の型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うんうん、アルミの、FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うんうん、なるほどね。これもう死んじゃったんですけど、北海道のあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ、カーボンの、カーボンの、カーボンのモノコックのボデ、で、これが蜂さん、うん、で、蜂さんの、だから無垢ですよ。こんな軽い？ね、うん、で、俺分かんなかったんですよ。これがね、俺アルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ、社長。そうだよね、うん、だって蜂さんしか売ってないんだから。この素の入り方だとこさ、そう、アルミの板のような気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよっつって、そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ、ほんとだ、うん。で、ここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。で、これ材料送ったんですよ、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで、うん、蜂さんの、うん、従来のやつ、従来のやつ、うん、逆、うん、逆じゃないな、あ、そうそうそう、そう、これが、うん、今のこの、はい、これ全然混ぜてないやつ、そうそうそう、これが 100% ね、うん、これね、うんうん、で、これが混ぜてないやつね、うん、で、これが真ん中のやつ、うん、と、これ、このダンダラ、うん、これが従来品、蜂さんの、うん、で、これが 100% これ、あ、このくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うん、で、半分混ぜると垂れませんよ、うんうんうん、で、作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね。うん、
だから欲しがる人何人かいました。見せるとおう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るわけです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP のあの型にリケーザ処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミのあの FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うんうん、なるほどね、うん、まあ腕のいい人はいますよね。結局これもう死んじゃったんですけど、北海道もあれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ。カーボンのカーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、で83のだから無垢ですよ。こんな軽い、うん、ね、うん、で俺分かんなかったんですよ。これがね、これアルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ社長。そうだよね、うん、だって発散しか売ってないんだから。この素の入り方だとこさ、そうアルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのっつったら、いや違うんですよっつって、発散そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。でこれ材料送ったんですよ、うん、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで飛行機作ったんです。グライダー3メーターの、うん、FRP ので、考えたみたいですよ。ホームページに載ってますけど、この作り方、うん、どうやって作りますかって言ってたから、ああやってこうやってっつって、これあれですか、カーボンの細いのを巻いてるんですか。いや、あのカーボンの、クロスです。カーボンのクロスを、うん、送ってやって、うん、それで FRP、うん、この材料68って、うん、これでハンドルアップして、で、中、チューブかなんか入れて、砂込めかなんかしたか、あれ、氷、外に出して、このくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うんうん。で、半分混ぜると垂れませんよ。うんうんうん、で、作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね。うん。欲しがる人何人かいました。見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るわけです。はい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 。これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺で、うん、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で FRP の型にリケーザ処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミの FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ、うん、なるほどね、うん、これもう死んじゃったんですけど、北海道もあれ飛行機作る人が、うん、プレゼントしてくれたんですよ。カーボンの、カーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが83、うん、で83のだから無垢ですよ。こんな軽い、うん、ね、うん、で俺分かんなかったんですよ。これがね、これアルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ社長。そうだよね、うん、だって発散しか売ってないんだから。
この素の入り方だとこさ、そう、アルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよっつって、そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ、本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。でこれ材料送ったんですよ、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあつって、それで、うん、あの蜂さんの、うん、従来のやつ、従来のやつ、うん、逆、うん、逆じゃないな、あ、そうそうそう、そう、これが、うん、今のこの、はい、これ全然混ぜてないやつ、そうそうそう、これが 100% ね、これね、うんうんうん、でこれが混ぜてないやつね、うん、で、これが真ん中のやつ、うん、と、これ、このダンダラ、うん、これが従来品、発散の、うん、で、これが 100% これ、あこのくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うん、で、半分混ぜると垂れませんよ、うん、で、作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね、うん、欲しがる人何人かいました、見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあこの面見ればね、うん、多少ね、うん、いいですよ。でこれはビニールでこう剥がして取るだけです。はい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 、これヘラでこう伸ばすと、うん、平らにスーッと伸びるんですよね。はい、でだから、はい、アルミの傷なんか直すのは、うん、もうこの辺でスーッと伸ばしてやった方がいいぐらいで、 FRP のあの型にリケーザー処理して、うん、これ取れば、うん、このペースト状で取れば、うん、アルミの、FRP のゲルコートができちゃうぐらいの感じ、うんうん、なるほどね、うん、まあ腕のいい人はいますよね。結局これもう死んじゃったんですけど、北海道の、あれ飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ、カーボンのモノコックのボデ、うん、でこれが八三、うん、で八三のだから無垢ですよ。こんな軽い、うん、ね、うん、で俺分かんなかったんですよ、これがね、これアルミの板のように見えるんだよ。見えますよね、うん、だからこれですよ社長。そうだよね、うん、だって発散しか売ってないんだから。この素の入り方だとこさ、そう、アルミの板のように気がするけど、うん、って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや違うんですよっつって、発散そういえばそうだねっつって、気泡がっつって、あ、本当だ、うん、でここ刻印が書いてある通り、はい、あれ2005年、はい、だから継ぐ年2006年に、うん、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん、うん、だから遺作なんですよね。でこれ材料送ったんですよ、モノコックの、うん、作ってっつって、じゃあっつって、それで飛行機作ったんです、グライダー3メーターの、おー、うん、 FRP ので、考えたみたいですよ。ホームページに載ってますけど、この作り方、うん、どうやって作りますかって言ってたから、うーん、ああやってこうやってっつって、これあれですか、カーボンの細いのを巻いてるんですか。いや、あのカーボンの、うん、クロスです。カーボンのクロスを、うん、送ってやって、それで FRP、うん、この材料68って、うん、これでハンドルアップして、で中チューブかなんか入れて砂ごめかなんかしたか、あれ氷外に出して、このくらいペースト状、その代わりちょっと垂れますよ、うんうん、で半分混ぜると垂れませんよ、うんうんうん、で作業性を勝手に、いじっていくんです。なるほどね、うん、だから欲しがる人何人かいました、見せると、おう、なんかこの面よりこっちの方がいいもんね。まあ
この面見ればね、多少ね、いいですよ。で、これはビニールでこう剥がして取るだけなんです。はいはいはい、はい。これ、ヘラでこう伸ばすと、平らにスーッと伸びるんですよね。はい。で、だから、はい、アルミの傷なんか直すのは、もうこの辺で、スーッと伸ばしてやった方がいいぐらい。で、FRP の、あの、型にリケーザー処理して、これ取れば、このペースト状で取れば、アルミの、FRP のゲルコートができちゃうぐらいな感じ。なるほどね。これ、もう、死んじゃったんですけど、北海道も、あれ、飛行機作る人がプレゼントしてくれたんですよ。カーボンの、カーボンのモノコックのボデ、で、これが83。で、83の、だから、無垢ですよ。こんな軽い？ねえ。で、俺、わかんなかったんですよ。これがね。これ、アルミの板のように見えるんだよ。見えますよね。だから、これですよ、社長。そうだよね。だって、83しか売ってないんだから。この素の入り方だとかさ。そう。アルミの板のように気がするけど。って思わず聞いちゃったんですよ。これアルミなのって言ったら、いや、違うんですよ。つって。そういえばそうだね。つって。気泡が。つって。あ、ほんとだ。うん。で、ここ、刻印が書いてある通り、はい、あれ、2005年、はい、だから、継ぐ年、2006年に、そいつ亡くなっちゃったんですよね。うん。だから、遺作なんですよね。で、これ、材料送ったんですよ。モノコックの、作って、つって、じゃあ、つって。それで、